You're listening to Shibuya Cross FM.始まりました。毎週金曜日19時からの渋谷女子企画、パーソナリティのダパンプともです。よろしくお願いします。そしてアシスタント MC の西野美希です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、新年一発目、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。さあ皆さん、今日も寒い中ありがとうございます。さあ、たくさん来てますね。何してたんですかね。何がですか。年末年始。年末年始、 LA は年始に行きましたよ。そうですよ、年末はね、ちょっと番組いっぱい出させていただいて。あ、そうですよね。はい、レコ大やら見たと思う。見てないの。見た。見ました。何見たの。レコ大。レコ大見た。レコ大ね、あと紅白だったりとか、カウントダウン TV 出ましたよ。お忙しいね。みっちゃんは何やったの、正月は。私はね、普通に家にいましたよ。いた。年末です。で、元日、はいはい、1日が仕事だったので、あの番組の生放送だったんですが、もう3時起きとかでしたよ。おなんでもう寝て直前に友達に起こしてもらって、年明けて、はいはい、直前に起こしてもらって、はい、その明けましておめでとうって言って10分ぐらいしたらまた寝るっていう。また寝るっていうね。あと、トモさん気づいたんですけど、私ツイッターのやつまだ2019年になってますよ。やばっ、それ変えなあかんね。一人だけずっと19年止まってますよ。やばい、それこれ終わったらすぐ変えます。変えてください。すいません、ありがとうございます。さあさあ、それでは番組の説明お願いします。はい、ここで、渋谷女子企画とはどんな番組なのか教えちゃいましょう。渋谷女子企画とは渋谷ガールプロジェクトのこと。夢を応援していくプロジェクト。自分に合った事務所を探したい。ランウェイを歩いて注目されたい。自分の作った曲を世界中の人に聞いてほしい。あなたの夢を世界中にどんどん発信しちゃいましょう。やってみたいことをテーマにした参加番組。今後のために勉強中の子たちを応援していきます。さらに今も活躍中の素敵なゲストさんにも出演していただくので、成功するためのヒントをこっそり聞いちゃいましょう。今日はビューティートークコーナーがお休みで、トモさんのコーナーです。はい、はい、ダパンプトモのゲストと対決、ご機嫌だぜのコーナーです。お楽しみに。この番組では皆さんからのメッセージも番組公式のツイッターとインスタグラムで募集しています。はい、ぜひ渋谷女子企画検索してみてください。みんなのメッセージお待ちしてます。はい、そして、本日のゲストは HKT48 の村重杏奈さんにお越しいただきます。そして今日はですね、撮影 OK ということなので、皆さんバンバン撮って、おお、すごい、村重さんのね、あのうちわかなんか出てますけど、はい、ハッシュタグ渋女で、みんな拡散してください。ぜひよろしくお願いします。そしてですね、はい、なんとなんと、はい、去年の12月の、あの視聴ランキング出てます。おなんと渋谷女子企画1位でーす。本当、今年ほとんど1位じゃ、あ、去年か。去年ね。ほとんど1位ですよね。結構ずっと1位だよ。すごいよね。すごいですよね。すいません。奇跡じゃん。すごい。いや、やっぱもうミキちゃんのおかげだ。いやいや、見てください。このファンの数を見て、絶対トモさんのおかげですから。そう。私のファン。今日タケちゃんいる？タケちゃんいないよ、今日。タケちゃんいない。もうめちゃくちゃ、もうトモさんのファンとタケちゃん仲良くなっちゃったけど、タケちゃんいないってめっちゃ教えてくれるじゃん、ファンの人が。いいじゃない、交流になっていいんじゃないですか。ありがたいです。いやいやいや、1位は嬉しいですよ。じゃあね、2020年はもう全部1位でいきましょう。はい、いきましょう。もう気合い入れて。狙っていきましょう。狙っていきましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、7時50分までのお時間、お付き合いお願いします。渋谷女子企画、この番組は、綺麗をサポートするジェーナグループがお送りします。それではお聴きください。オープニング曲は仮面女子でセクシーラビット。
ヤガールプロジェクト。ジェーナグループがお送りする渋谷女子企画、この時間は HKT48 の村重杏奈さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。お願いします。元気がよろしい。ポンポンポン。さあさあ早速ですけど、はい、自己紹介お願いします。はい、博多締め散らかしてます。 HKT48 の村重です。お願いします。締め散らかしてるって何だ。すごいすごい。今博多で一番来てます。来てんの。本当かよ。本当かよ。締め散らかすってのは何。え、もう締めてる。締めてる。締めて散らかしてる。何それ。どういうこと。暴れ散らかしてるから。あ、そうなの。元気がいいってことでいいですか。そうだー。いやー、素晴らしいですね。でも私あの、うん、ね、村重さんはツインプラネットで同じ事務所、はいはい、最近ね、うん、半年前ぐらいに、はいはい、ツインプラネット入って、うん、今二人でね、うん、俺らっていう YouTube チャンネルをやってるんですよ。なんか見たことありますよね。 あるんですか。はい、俺らやってますよね。やってます。結構更新してますよね。してます、してます。パンパカパーンって。そう、パンパカパーンっていうのやってるんですけど、はい、でも村重さんがなんかこのアイドルっていうのあんま実感してなくて、うん、今、うん、この見てきて来てくれてるファンの方がなんか、うん、アーニャっていううちわを持ってるのを見てマジでアイドルじゃんと思った。そうだよ。めちゃ珍しいよね、うん、うちらのこの番組で。このてかなんかやっぱその現役のオタクの威力やばい。やばいだって私の私のファンたちももう苦笑いしちゃってるもん。いいじゃない、いつも来てくれてんだからもう。そうそう。しかも村重のファンって結構すごい元気、一人一人がめちゃめちゃ愛が強いタイプなんですよ。あ、そうなの。そんな感じする。一人何個もうちわ持ってる。やばい。だって3つとか2つとかさ、めっちゃ飛び跳ねてるもん。そう、人気に見せかけてるんです。素晴らしいです。愛ありますね。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。ラブ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 。そっか、元気だもんな。すごいよ。そうだよね。みきちゃんは元だもんね、やっぱり。元です。そうだよね。だからね、コンサートとかでな、うん、一緒にやってるはずですよね。あ、そうです、そうです。同じステージ立ってました。あ、そっちでも出会ってるわけ。出会ってる、出会ってる。だって、だって私の入る1年前ぐらいに入ってそうってますよね、多分。あ、そういうこと。なんかみきちゃんが48でもゴリゴリ押されてた時、うん、村重 HKT で全然押されてなくて、うん、あ、押され終わったとか。押され終わったとか。何その押されてる、うん、押されてないのがあるの。村重のアイドル人生って本当にブーンって言ったんですけど、うん、ブーンって下がってたんですよ。今どっちになってるの。今もうプツーンツーンボンボンツーンだ。確かにボンボンツーン。やべえじゃん。ボンボンだったんですよね。そうなんだ。 そんな2人が、うん、あの YouTube を始めたわけですよ。そうなんですよ。俺ら俺ら。それなんで始めることになったんだそれ。いや、もう事務所に言われた。そ何それ。村重もだから初めて事務所行って、うん、初めて何回目かに行って、うん、今日何をするか全く聞いてなくて、うん、そしたらみきちゃんが事務所来て、うん、え、何も聞いてないですか、うん、みたいな言われて、うん、え、聞いてない聞いてない。急に集められたの。そうですそうです。私も打ち合わせって聞いてて、うん、で、YouTube 2人でやります。じゃあお前ら今日から YouTuber やと。そうです。って言われて、うん、半年前ぐらいにね、うん、始めてんだ。そうです。すごいね。それは何、どうなの、調子の方はどうなの。え、でも最近めっちゃ仲良しで、うん、もう撮影が楽しみなんですよ。確かに。あ、そう、うん、なんかね、ちょっと最初の方はやっぱちょっとこのテンションがちょっと苦手だった部分がありまして、うん、私がはっきり言うな。いや、なんかもうずっとなんか何喋ってもうえっ、うわっ、うえっとかずっと言ってるから。あなたも負けてないからね、本当に。いや、私よりやばいんですよ。嘘でしょ。で、なんかもう会話にならないんですよ、私が喋ってんのに、うん、ふわっ、ふわっ、ふわっみたいな。ちょっと待って。そう、大丈夫その YouTube。 そう、ずっと言ってる。でも、うん、ポーポーみたいな、あーんとか言ってたら、うん、私はもう処理できなくて、この対応ができなすぎて、はいはい、うん、もう結構イライラしてたんですよ、初期は、うんうん、だけどなんか結構 YouTube の撮影で結構ね、うん、頻繁に会いますよね。そう、今もう月2、3回、4回ぐらい。確かに、なんか更新してるなんか通知はよく見てますよ、うん、あのね、インスタとかツイッターとかでも上げてますよね。そうで、それでね、徐々になんかまあ箱根旅行とかも行ったりして、うんうん、そっから結構仲深まって深まってる。めっちゃ仲良しです、はい、マジで。まあめっちゃ仲良しと言ってもプライベートで一回も会ったことないですけど。遊べよ。でも LINE するよね、LINE。 なんだよ、LINE って。最近やっと LINE するよね。あえあえでも、本当は今日ランチ行く予定だったんだよね。そうそうそう、でもお仕事で行けなくなっちゃった。結果行けてないとね。なんかさっきもなんか楽屋でコソ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 話してんなと思ったのに。ガールズトークしてるんですよ。みきちゃんの話を村重がずっと聞いてる。あ、そうなんだ。村重やっぱまだ現役だから、うん、その恋愛禁止なんですよ。あ、そうなんだね。みきちゃんはもう恋愛し放題なわけじゃん。あ、そうなんだ。今すごいさ、うん、目合っちゃったのよ、ファンの人と、うん、すごいキムチさんが泣きそうな顔してるからやめてあげて。生きてる生きてる
キムチさんって言うんだね。キムチさん、あれはキムチさん。キムチさんもいつもありがとうございますね。今日は結構ね、キムチさん前の方にいるから前の方で本当にやばい。そうそう、ガールズトークが止まらないですから。そうそうそう、女子なんでね、やっぱ楽しいよね。で、さっき俺ちょっとそれに参戦させていただいたんですけどね。ね、参戦してね。大人の意見をそうですね、やっぱあのガールズトーク得意な方なんで。そうですよね、トモさん、はい、ガールズトーク大好きですから。結構あの女子会とかあの渋谷のカフェでやってますから。ラブイ、マイ、マブラブイ、マブイ大丈夫ですかこれすいません本当にそうなんですよ。いやいやいや、他にはなんかさ、なんか普段の活動とかなんかやってないの？え、普段は HKT48 で、そうだよね、そう、今活動させてもらってて、あの、サッシャラリノの右腕を勝手に言ってるだけだよ、自分が。サッシャラさんに認められてる女子、女ってこと？いや、自分が言ってるだけだからでも、サシさんがミキちゃんと一緒の事務所に紹介してくれたんですよ、うん、そうなんだ。そうですそうです。あ、じゃあ指原さんのおかげでツインプラント入れたっていう。そうです。今ポンポンできて博多締め散らかされてるのも指さんのおかげ、うん、締め散らかしてるって誰も認識してないよ多分もうさ、俺出会った時から その締め散らかしてるをずっと言ってるからさ、それ初めて聞いたけど俺使うわ今度。使ってください、使ってください。やめて。え、使わないでください。トモさんが締め散らかしてる結構怖いから。渋谷締め散らかそうか。やめて。最高最高。マジで締め散らかしそうだからやめて。いや、まあまあ、なんか勘違いです SBY 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 バカにしてんな、おい。渋谷 SBY 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 それで締めれるな。締めれないから。締めれないか。締めれないです。俺も渋谷締め散らかしちゃった。締めれ、それでできる。できました、できました。もう締め散らかしました。そもそも締め散らかしって何？やっぱそれはね。伝わんないから。分かんないよね。村重ちゃんの用語ですからやっぱ、ね、締め散らかし。締め散らかすですよ。すごい。他には何？ HKT と YouTube 以外ではなんかサンジャポとかにも出てるっていうのを聞いたの。あ、そうですそうです。うん、サンジャポに今結構、うん、もうサンジャポのスタッフにめちゃめちゃ気に入ってもらってて、うん、もう村重が現場に入ったら。何です、そんなにもういきなり拍手。その拍手な歓迎歓迎よく来てくれた。もう村重さんお待たせしましたみたいな。どうぞどうぞ。待ってました。どうぞどうぞ。そうです、打ち合わせの時からみたいな。やっぱ村重だー。いやでもね、やっぱそれは、うん、今調子乗っちゃいけないと思う。あ、本当に。そうだって、うん、そう最初はこれ聞いた方がいいよ本当に。で一回ちょっとミスるともう一切これなくなるからマジめっちゃ怖い。村重すぐミスりそう。いやいや、もう俺らも本当番組めっちゃ出させてもらってるけど、うん、本当いつもありがとうございますっていう低姿勢に、うん、低姿勢っていう言い方もあれですけど、まあ本当感謝を持ってやるといいよっていうのことだけ言ってくる。よろしげリンゴパークお願いしますみたいな。なんだそれ。もうやばいわ、この時点でやばいわ。バカにしてんなってなるよ。本当に面白いですね。面白いですか。曲いきましょう、もう。いきましょうか。はい、はいはい、それでは聞いてください。西野美希で。あ、なんだっけ、あ、トゥナイトです。違う、トゥナイトじゃないよ。なんかハピネスだ。ハピネス。ごめんなさい。それでは聞いてください。西野美希でハピネス。
ガールプロジェクト。ジェーナグループがお送りする渋谷女子企画、この時間も引き続き HKT48 の村重杏奈さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあさあさあ、ここからはですね、はい、視聴者の方から質問が来ておりますので、うん、それに答えちゃいましょうということなんですが、何からいきます？まずはですね、ツイッターネーム M さんからの質問で、はい、トモさんは LA に行ってましたが他に行きたいところありますか？俺らの2人もどこか行ってみたい国はありますか、ということなんですけど。 LA 行ってましたね。 LA さっきもちょっと言ってたんだよね、うんうんうん、正月明けてから LA に、はい、うん、何日間行ったんですか？でも1週間ぐらい行ったのかな。プライベートですか？プライベートで。そんな1週間も休みあったんですか？そう、すごい。だからもう本当に紅白、うん、カウントダウン終わって、うん、みんなで打ち上げやって、そのまま飛行機に乗って、かっこいい。で飛行機で寝て、寝てパッて起きたら LA。 うわー、おっしゃ。LA 行って何するんですか？やっぱね、俺はやっぱ買い物と、うん、やっぱ洋服好きなんで買い物と、うん、やっぱそのダンススタジオ行ったりだったりとか。ダンススタジオ？ダンススタジオ。え、踊るんですか？レッスン受けたりとか。あ、じゃあもうある意味仕事みたいな。まあまあ、その自分の、ね、吸収したいから、やっぱいろいろ。すごい、めちゃめちゃストイックですね。いや、めっちゃ好きだから、やっぱさ。すごい。え、LA は締め散らかしたんですか？もうほぼ締め散らかしてるよ。マジで。村重まだ締め散らかしてないんですよ。マジで、俺はやっちゃってるよ。LA 締め散らかしがすげえ。L しげ？ L しげ。なんやねんそれ。もう思いつきで言うねん、あんた。しげつければいいと思ってるでしょ。いや、ほんとに、もうほんと LA はもう、もう何十…15年ぐらい前からずっと行ってて、うん、もう本当にiPhone とかない時代から行ってるから、うん、もう道とかも全部頭入ってる。すごい、かっこいい。マジでモテそうだな、それは。もうだからもう本当に全部運転しますよ。え、LA で運転するんですか？運転します、運転します。え、いいんですか？ LA で運転して。え、全然できるよ。え、あ、国際免許って、免許ってもう1個取ればどの国でもできるんだ。あ、 LA は大丈夫、その州によって違うんだよね。じゃあやっぱ LA で運転して日本で運転するとやっぱなんか違うんです、うん、気持ち。右左違いますよね。違う、違う。だってもうハンドルがさ、そう、ハンドルまず左ハンドルだし、ね、車線も右車線だから。アメリカは事故んないんですか？いや、全然大丈夫。慣れたら結構大丈夫。もう切り替え的な、切り替え的な。バリかっこよ、うん、かっこよ。だからもうアメリカで運転して次の日日本で運転しても結構切り替わってる、勝手に。すごいですね。なんかプリクラみたいなの撮ってなかったですか？撮ってたよ。うわお。撮ってましたよね、プリクラ。撮ってたよ。てか LA にプリクラあるんですか？いや、あったの。え、漏れます？漏れない。あ、漏れないんだ。めちゃくちゃ古いタイプのプリクラで、ちょっと今日持ってきたんだけど。見たい、見たい、超見たい。はい、このね、黒白系なんだ。もう白黒ね。黒白って初めて聞いたけど、なんかそう、なんかとかにある。そうそうそう、だからなんかこれをね、なんかツイッターで欲しい欲しいみたいな人が何人かいたんで、これあげちゃおうかなと思って。え、それはこの1枚あげちゃう？いや、これ1枚あげるよ。やば、すごい。いいんですか？喜んでます、めっちゃ。だから、いやいや、村重さんの方はいらないでしょ。いやいや、手あげてるけど。これちょっと、なんで、なんで、いや、盛り上がんないでそこ。これちょっと終わった後にミサとじゃんけんして一番勝った人あげます。うわ、ということなんで、皆さん最後お楽しみにしておいてください。すごい、すごい豪華ですね。やばい、ということなんですけどね、2人にもちょっと LA お土産ちょっとあげますよ。めっちゃ欲しい。優しい、はい、何これ。何ですか、何ですか、はい、すごっ、女子力、はい、やばい、はい、うわー、これいい匂いするミストと、あとハンドクリームです。アメリカ、どうぞどうぞ。アメリカしか売ってないやつなんで。うわ、やばいやばい、これ女の匂いする。女子だよ、女子。ココナッツ、うん、うわ、いい匂い。女子だよ。うわ、やばい、鼻についちゃった。やばい。いい匂い。え、ミキちゃんと村重匂い違う？違うと思う。まあ、どっちが好きな方を取ってもいいので。うわ、いい匂い。さっぱり系、さっぱり系、さっぱり系、LA って感じ。うわ、やっぱ。プレゼントします。ロサンゼルス、ロサンゼルス。え、ロサンゼルスしか買えない、でしか買えない。アメリカでしか買えないんで、これは。しかもそれで言うと、はい、村重ハンドクリームバリ好き。いっそ、よかったじゃない。絶対村重のこと好きでした。いやいや、もう初めましてやんけ。ミントですね、これ。ミントです、超いい匂い。ということなんですけど、僕は LA 行ってましたけど、うん、超ありがとうございます。なんか2人はどっか行きたい国とかありますかっていうのが来てるんですよ。でもさ、YouTube 俺らで海外案件やりたいねって話してるんですよ。それいいじゃん。そう、YouTuber の皆さんって結構案件もらっていくこと多いじゃないですか、はい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 、まだそれがないんですよ、影響力がないんで。じゃあもうちょっと頑張ればね、うん、そう、まだチャンネル登録者数が3万人ぐらい、ね、あ、でもまあまあ増えてきてるね。まあまあ増えてきてるんですけど、うん、やっぱ10万人いかないとね、うん、なかなかそれを目標に
今年は頑張りたいなと思うんですけど、まあ、じゃあ2020年中に10万人目指してね。それで2人で海外行きたいよね。うん、行きたい。いいじゃあそれどこの国行きたいの、例えば。でもヨーロッパとか、村重ロシア語喋れるんですよ。え、ロシアとのハーフなんだ。あ、そうなんだ。え、ハーフ&ハーフ。ちょっとロシア語で自己紹介してみる。シェンプリウェテミニアンサボト村重アンナドワツタジンリアト。すごいけど合ってるか分かんない。え、マジで合ってる。合ってるの。村重さんお母さんと電話するときいつもこれで電話してますよ。あ、マジで。そうなんです。結構ペラやん。結構マジでペラ寄りのペラ。ペラ寄りのペラ。すげえやん。マジ。すごいすごい。そう。ロシア。ロシア。じゃあ行きたいな。案内できるほど、まあそんなめっちゃ行ってたわけじゃないですけど。うん、どれぐらいロシアに住んでたの？でも小さい頃はもう割と幼稚園まではずっと住んでました。じゃあそこでペラになったってこと？そこでもうペラ寄り。だから最初日本語喋れなかったんですよ。逆に日本語覚えたってこと？そうです。日本に帰ってきて、で親と話せない、パパと話せないから、うん、日本語覚えなきゃってなって日本語覚えた、はい、かっこいい。かっこいいね、うん、じゃあさ本当にロシアにさ、わかんないけどそのね YouTube でロケ行ったりしたら、うん、結構喋れるから強いんじゃない？それは強い、絶対。ロシア行きたいね。行きたい行きたい。ロシア案件ってあんの？確かに。なんかでもピロシキ案件じゃないですよね。ピロシキ案件、ピロシキボルシチ案件。ボルシチ案件。ボルショイサーカス案件。ああいいねいいね、いいじゃん。超行きたい、うん、やっぱねサーカスの玉乗りに挑戦するとかさ。いや、あるよ。熊と会話するとか。うん、いいじゃない。熊と会話？熊と会話？もうちょっと聞いてみようか。どういうことそれ？もう象とハートするとか。手がどうやってやるの？ハートになんないからもう。さすがですわ。ヤバリンゴパーク。ヤバリンゴパークだわ。いろんな言葉持ってんな、本当に。次の質問いきます、ね。行きましょうよ、うん、まあ、ということでもう一個来てますから、うん、これでしたっけ、これか、ツイッターネームゆうなさんから、うん、俺らの2人、自分のチャームポイントをそれぞれ教えてください。そしてともさんへは好きな女性の仕草は何ですかと来てます。気になる。確かにめっちゃ気になる。2人のチャームポイントってなんだろうね。で村重は誰とでもすぐ友達になれるとこ、うん、確かに。なんか俺ほんと初めましてなんだけど、うん、全然なんか昔から友達でしたみたいな感じですよね、うん、じゃないってなっちゃうね、うん、確かに確かに。だって LA とロシアが今ぶつかり合いしてますから、うん、そうなの。ぶつかり合って俺 LA 代表でいいの？確かに来とるけどな。めちゃめちゃ34、うん、サッシーサッシー。うわー、絶対シゲのこと。全然関係ない。いないし、なんで急にサッシーの右腕だから。そう、好きでした。村重のこと知ってましたし、好きでした。いや、もう一切興味なかった。最高最高。自意識過剰。サイアンドコー。サイアンドコー、いいですね。なんだろうな。さあさあ、チャームポイントはね。チャームポイント、でも私お尻かも。うわ、確かに確かに、めっちゃいい体してますよ。お尻痩せたし、うん、確かに。あのなんかみぎちゃんが減量する前から一緒に温泉とか行ってたけど、うん、めっちゃ体に張りあるんですよ、うん、あ、そうなの。もうブオンブオンみたいな。ほんとかよ。それ張りっていうの？その張り、そのさ、お父さん全然張りなさそうじゃない？張りなさそうだね。ブオンみたいな、ブヨブヨみたいな。ブヨブヨっぽい音だよね。でもなんかちょっとさ、うん、前髪も作ったしさ。確かに。なんか俺今日も新年初めて会ったけど、あれちょっと西野未姫変わったなと思って、うん、やった。女子になったな。めっちゃ可愛い。なんかちょっと成人式意識してんなと思って。当たってなかったね。ワンチャンあろうとしてるでしょ。やめなさい。やめなさい本当に。でもなんかちょっとね、まあお尻かい、うん、でもお尻好きな男性はやっぱ多いですから。あ、そうなんだ、うん、でもお尻か胸か分かれるじゃないですか。どっち派ですか、おっぱいとお尻だったら。どっちだろうな。まあでも、かかとかな。何？急だ。どっち？急にすごい。いや、なんか話聞いたことがあるんだけど、年を取るにつれて下の方に、うん、なんかその好きなポイントが行くって聞いたの。リアルにかかとですか？受け狙いとかじゃなくて。あの、リアルに言うとショートカットフェチです。おはい、こんばんは。こんばんは、こんばんは。こんばんは、ほんとに。こんばんは、ほんとに。村重、バリバリショートカット。いや、だからあの髪型は好きですよ。あ、嬉しい。髪型はめっちゃ好きです。顔は顔。髪型はめっちゃ好きだよ。髪型めっちゃ顔嫌いじゃん、その言い方。顔めっちゃ嫌いです。いや、嫌いじゃない。あの、可愛いなと思ってショートカット好きなんだ。ショートカットが好きっすね。意外じゃないですか。なんか男性ってロングが好きなイメージ。サラサラロングが好きな人が多い。確かにそういう人多いんだけど、俺マジ昔から小学生の時から、うん、なぜかショートカット好きっていう。これやばい。やばい。交換してなんでやねん。なんでやねん。本当に。
次回から多分ここに来るファン全員ショートカットになってます。いやいや、もうそれやめてください。それはもう本当に人それぞれありますんで、本当に。てか村重ファンいるのに大丈夫こんな話ばっかり。いや本当だよ、 LINE 交換してくださいとか言ってる場合じゃないだろ。慎んだ方がいいよマジでHKT しょってんだろ確かに頼むよ。だから本当に髪の毛ロングな人が、うん、あのマフラーで冬こうちょっとこうやってあったらこうふわってなって、まあ仕草とはちょっと違うんですけど、うん、その光景は私は好きですね。うわーなるほどな。だからミキちゃんのマフラーこうして私マフラー巻いてこうなったらいいってこと、ふわっとなってちょっとあれショー切ったみたいなのは好きっすね。あ、じゃあロングの人が急に切ってきたら上がるんだ、うん、上がる。どう、おい、どうしたどうしたってなるよ。いや、もう、あ、もうここみんなショートカットになってます。だからやめた方がいいってそれは。なんかこういう言葉言われたいとかないんですか。え、言葉、うん、こういう言葉言われたらちょっとキュンとしちゃうなみたいな。なんだろうな、なんか結構雑にされるといいかもね。ド M かよ合いそう、二人確かに、私は合うかな、私もド M だけど。確かにじゃないよ、めっちゃ合いそう。まあそんなこんなで時間です、うん、時間なので曲いきましょう、はい、一曲いきたいと思います、はい、それでは聴いてください。西野未姫で Tonight。さて始まりました、ダパンプ友のゲストと対決ご機嫌だぜのコーナーでーす。さあ今回もですね、恒例になっております、はい、運試し大喜利ということなんですが、はい、普通の大喜利はあのお題をいただいて、うん、答えを書いて面白く出すみたいなやつなんですが、うんうん、それの逆バージョン、はい、なんで先にもう答えを書きます、はい、で答えを出して先に、うん、あ、後からお題をもらってそれにハマるかハマんないか、うんうん、それが面白くか面白くないかという判定になりますので、うんうん、はい、直感で、面白ワード、センスで書いてみてください。名詞、ね、か人の名前がいいと思います。なるほど、ということなんで第一問いきましょう。どういうお題が来るか全く分かんないかな。全く分かりません。でも正月感はもしかしたらあるのかもしれない。確かにでね、今回のお題はですね、毎回やってくれてるんですけど、あの4週目の MC で出ていただいているパラデル漫画家の本田修さんが、考えてくれておりますので、はい、多分面白いと思いますということで、はい、はい、1問目いきましょう。さあ何でしょうねこれ、パッと思いついたやつですね。うーん、じゃあもうこれはもうこれにしとこうかな。はい、じゃあさあさあお題いただきましょう。1問目ください。はい、来ました、はい、さあ、はい、見ます、ダダン、はい、村重杏奈さんはいつでもドラコイに出れるようにと実は一人でキスの練習をしているそう、その時の練習相手はということなんですけど、相手、うん、相手ってことはこれも人の名前が良かったのかな。はいはいはい、ダメ、行きたいわ、行きたい。じゃあミキちゃんから行きましょうか。全然ダメだ、行きましょう。じゃあ第一問、村重杏奈さんはいつでもドラコイに出られるようにと実は一人でキスの練習をしているそう、その時のキスの練習相手は、おみくじ。
うわーい、お正月。まあまあ、これには意味があって。あった、おい、来た来た、ありますか。意味があるんですよ。あるんですね、はい。おみくじって、やっぱ恋愛運とかもわかるじゃないですか。確かに。で、あのそのね、うん、持ってるおみくじがね、はい、めちゃくちゃ恋愛運良くて、うん、で、なんか好きな人と結ばれるみたいな書いてあって、はいはい、だからその好きな人も、うん好きな人だと思って練習したらもう感情入っちゃっておみくじ注意しちゃったみたいな、うん、おみくじ注意ですね。ちょっともうこれは無理がありすぎた、はい、無理があります最後まででもよく頑張りました、うん、ちょっとこれは無理がありすぎたわいうことなんですが、さあ、じゃあ村重いきますか。行く、はい、どっちでもいいですか。いや、いいよ。自信ある？自信あんの？普通です。普通、はい、あ、じゃあ俺先行くよ。あ、オッケー。はい、どうぞ。村重杏奈さんはいつでもドラコンに出られるようにと、はい、実は一人でキスの練習をしているそう、はい、その時の練習相手は、はい、アメリカ。え、これに意味あるんですか。これはめちゃくちゃ意味あるんですよ。何があるんですか。いやいや、だってえ、何、やっぱロシアじゃん、出身 ね、やっぱアメリカとのやっぱ国際的なやっぱキスも大事になってくると思います。ちょっとねっとりしたやつ、ねっとりしたかどうかわかんない、ね、ハムハムな感じのね。そう、だからやっぱアメリカ人、うん、一人限定というよりはもうアメリカ全土を背負った気持ちでキスを挑むということで、相手がアメリカで、アメリカ全土です。無理がありますこれも。ごめんなさい、これもちょっとさすがのトモさんで無理でした。これはすいません、熱は入ったんですけど、熱は、ね、まあ、途中いけるかなと思ったんですけどね。いけるかなと思ったんですけど、まあまあ、さあ行きましょうよ。村重さん、村重杏奈さんはいつでもドラコイに出られるようにと、実は一人でキスの練習をしているそう。その時の練習相手は秋元康。おぉー、いい、おぉー、おぉー、めちゃくちゃいいじゃん。めちゃくちゃいい。そうなんですよ、うん、実は練習させてもらってました。すごいね、はい、実はこれはもう、え、どうなの、ビンゴじゃん。いや、正直、うん、めちゃめちゃエロいです。なんでやねん。怒られるぞ。めちゃくちゃ枕営業やけ、ほんで絶対にこれ広めないでください。まさかこんなお題と思わなかった、ね、うん、めちゃくちゃ枕営業やで、それ。してない、してない、思ってるだろ。マジでしてないですから。ここだけ切り抜かれて放送されたらえらいことになるで。もうこの世で一番健全。めちゃくちゃ秋元先生かわいそうじゃん、勝手に。本当にめちゃめちゃ健全ですから。頼むよ、本当にちゃんとしてますから。いや、でも素晴らしい、さすが持ってるね。嬉しい。村重さん、じゃあ第2問いきましょうよ、はい、このまま調子で。今は人だったからな。確かに、やり方わかりました。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。さあ、じゃあ第2問目の答え、書いてみましょう。よろしく。どうしようかな。さあ、何でしょうか。まあ人やったからね。でもな、人だったからまた人パターンで来る。あるね、どうなんだろうね。でも今ここに触れてきたから、もしかしたらこっちに触れてくるかもしれないからね、お題としてはね。でもドラコイとか出るってことはやっぱ関わってんのもあるしね。さあ、何でしょうか。まあこれでもう直感っす、俺。うん、しげも直感、しげも直感かい。自分の直感バリ信じるタイプ。間違ってないよ、大丈夫だよ。間違いないとプール。さあ、2問目ください、よろしく。はい、来、はい、ました。さあ、行きましょう。はい、ダダン。本人には言えないが、ぶっちゃけニキのぶっちゃけ西野美希ちゃんの髪の毛は丸々の匂いだ。さて、何の匂い。うわ、髪の毛の匂い、西野美希ちゃんの匂い、何の匂いだということなんです。行きたい、もう行きたい、もう行きたい。今日不調だな、今日不調、乗ってないですか。乗ってないな。さあ、行きましょう。本人には言えないが、ぶっちゃけ西野美希ちゃんの髪の毛は丸々の匂いだ。さて、何の匂い。お餅。あー、餅あんまり。でもいい匂い、いい匂い。まあね、まあ、お正月だし、まあね、まあ、私お餅食べ過ぎちゃって、うん、髪の毛にめちゃくちゃ絡んじゃったのよ、餅が、うん、そう、それが今でも取れない。そうなの。うまくない。うん、あんまかな。じゃあ村重行っていいですか。マジ、そっち行っちゃう。え、どうします。むずい。え、じゃあ俺行くよ。あ、じゃあ、なんなんすね、このくだり。もういいっすよ。いますよ、はい、本人には言えないが、うん、ぶっちゃけ西野美希ちゃんの髪の毛は丸々の匂いだ、うん、さて、何の匂い。みかん。あー、かわいい。これいや、だから餅の後にやっぱみかん食いすぎちゃうとこあるから、で、みかん食うとやっぱ手にみかんの匂いついて、やっぱ女子だからこうやってやってみかんの匂いついちゃったっていうタイプ。タイプ。いい言った、うん、タイプ。はい、じゃあ村重さん行きます。はい、行きましょう、はい、さあ行きます。本人には言えないが、ぶっちゃけ西野美希ちゃんの髪の毛の匂いは丸々の匂いだ、さて、何の匂いだ。 SYB。
SYB サバのヤバい匂い。それさ、でも何でもいけるようにしたでしょ。でもさ、これすごくない、この答え。 SYP って何なの、ね、本当は渋谷間違ってっからな。あ、間違えたわ。おい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 本当は渋谷 YSB か。じゃあ SBY か。SBY か。さっきずっと言ってたじゃねえかよ。あ、じゃあじゃあじゃあサバのヤバいヤバい。いやもう終わりだよ。サバのヤバいで終わり。じゃあサバのヤバい匂いでいいや。でもさ、それありなの、ありなのこの。でもこの人頭いいぜ。確かにマジで。だってどことでもいけるもん。そう、後から載せれんじゃんこれ、これ聞いた後に。確かに。この発想はなかったね。待って待って、次やったら全員全員イニシャルで書き出すみたいな。もうイニシャル禁止でーす。オッケーオッケー。じゃあまだいけますかこれ。ラストいけるラスト行こうよ。ね、3問目、うん、やばいな、どうしようかな。3問目すごいな、でもその発想はなかったよ。え、本当ですか。天才かもしれんな。え、やばいかも。マジで向いてる向いてる向いてるよ。素晴らしいですね。どうしようかな。さあさあ、でもここ来たんで、もしかしたら俺のことかもしれないですよこれ多分。確かに確かに、ね、え、確かに。じゃあどうしたらいいんだろう。なんだろうね、これ以上もう直感。はい、はい、さあ書けましたということなんですが、問題ちょうだい。はい、3問目ちょうだい。何今度これ、はい、はい、いいですか。はい、ダダン、村重杏奈さん、実は背中にでっかいタトゥーが入っているらしい。何のタトゥー。背中にタトゥー入ってんだ。はい、バリバリのタトゥー入ってます。すごいね。マジか。入ってます。やっぱ締め散らかしてるだけあるね。当たり前じゃないですか。さすがだね、極道だね。誰からいきます。さあ行きましょう、誰からいきます。じゃあ俺からいきます。はい、お願いします。はい、はい、村重杏奈さん、実は背中にでっかいタトゥーが入ってるらしい、うん、何のタトゥー。メガネ。なんでなんで、だせーだせー。サングラスじゃなくてメガネ。メガネ、うん、やっぱ今コンタクトの時代なんですけど、うんうん、やっぱ古き良きメガネをやっぱ背負っていこうっていうことを、うんうん、若い頃に決めてそのあの名残です。あ、なるほどなるほど。思っちゃったんだ。もはやでもおしゃれっていう。おしゃれでしょ、うん、若気の至りなんで。はい、メガネです。メガネ、メガネ、ありがとうございます。はい、ということですけど、2人目どうでしょう。はい、じゃあ村重行こうかな。いいよ。あ、じゃあ村重ちゃん。結構いい、なんだよ乗ってんじゃん。はい、いきます。村重杏奈さんは実は背中にでっかいタトゥーが入ってるらしい。何のタトゥー？野口英世。おいおいおい、千円札。急にお金大好きだから。そうだとしたら諭吉にしろよ。野口背負ってますから。すごいね。さすがだね。はいはいはい、さあいい、あでもいいんじゃない、人物のね、うん、タトゥー入ってるね。うん、さあさあ。みきちゃん、はい、村重杏奈さんは実は背中にでっかいタトゥーが入ってるらしい、うん、何のタトゥー。村重杏奈。やばいやばい、大好きすぎる自分のこと。てめえでてめえを背負ってんだ、うん、確かにね、自分をね、父を背負い散らかしてますから。すごい激しいじゃん、主張が、うん、そうだね、だからやっぱ自分を追っちゃう。確かに。でもさ、ちょっと激しすぎるからちょっと後ろ向いてよって向いたらまた出るわけでしょ。またかいみたいな。癖が強えってなる。うるせえうるせえ、ずっとうるせえ。村重うるせえってなんじゃん。さあ、こういう3問だったんですけども、はい、まあ、誰が良かったか、そして誰がダメだったかをこれ決めなくちゃいけないんです、うんうん、でダメだった方はやっぱ恒例のケツバットということなんですけど、まあ、じゃあ誰が今日良かったかをまず決めましょうか、はい、せーの、トン。いやこれ満場一致、ね、嬉しい嬉しい嬉しい。結構でも今回は、うん、今回はっていうかなかなか自分の直感にセンスを感じました。素晴らしかった。向いてるよこれ。向いてるよ、向いてる、嬉しい。じゃあ村重さんが叩く人。あ、オッケー。じゃあこれはもう決めてもらった方がいいんじゃない。あ、確かに、うん、叩く人を、王様が誰がダメだったかっていうのを決めてもらって、うん、叩く人をね、うん、じゃあいいですか。はい、せーの、ミキちゃん。仲間じゃん、ね、まさかのミキちゃん。俺らじゃん。俺ら同士のケツバット。 USA。 じゃあ行きましょう、ケツバットコーナーです。さあ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 、仲間じゃん。これ絶対トモさんだと思った。いや今俺来るかなと思ったらまさかのミキちゃんだったから。さあいいですか、思いっきし行っちゃってくださいよ。はい、本当に怖いな。思いっきし行くよって言って。行くよ、せーの、3、2、1。なんで今ためたのね。謎のため入りましたけど、素晴らしい。さあ素晴らしいですね。めちゃくちゃためたじゃん。マジで今いた。あれ、あれ
来ないの来ないのって思わしておいてから地味にじわじわ来んのよ、この痛み面白 い, や, ばい、ね、やっぱり相方ですね、さすがですよ。いやでも俺ら同士でやったのもいいんじゃないですか、ね、まあ、よかったですよ、マジで上手だった。いやでも本当に向いてるかも。え嬉しい、めっちゃ良かったよ。本当ですか、今までのゲストで一番いいかも、うん、え嬉しい、本当にマジで良かった、そんぐらいやった、素晴らしいね、はい、まあ、ということで、はい、今年もやっていきますのでぜひよろしくお願いします。はいはい、それではここで一曲聴いていただきたいと思います。西野未姫で傷だらけの愛で。プロジェクト19時から始まりました渋谷女子企画、お別れの時間が近づいてきました。早いですよね、はい、ですね。ではピエン、うんうん、告知の方いはい、告知ぜひよろしくお願いします。はい、はい、村重はですね、今月、うん、1月10日、うん、はい、に、うん、あ、じゃあ11だ11ね、1月11日にゴッドタンに出演します。見てください、見ましょう皆さん、ゴッドタン、あれ面白いよね、めちゃめちゃ面白いです、めちゃおもろいよね、バッチバチにバッチバチに散らかしてきました、散らかしてる、さあ、はい、いいですね。さあミキちゃんの方はどうでしょう。私はですね、はいはい、今日の、うん、TBS 今日の、24時20分からですね、うん、火曜ドラマ恋は続くよどこまでもっていうドラマの、うん、を見て感想を言うというのが、うんうんうん、放送されるので、はいはい、ぜひ見てください。わーい。さあそして私はですね、今年の、2月11日よりファンキートリッキーパーティーのファイナルアリーナツアーが始まります。おーい、来てくれる人、すごい、嬉しいですね。2月11日埼玉スーパーアリーナ、3月8日、うん、愛知スカイエキスポ、3月19日大阪城ホール、そして最近発表されましたね、3月29日、沖縄宜野湾の海浜公園、すごい、これ、イサクの地元ですね、での開催が決まっております。すごい、ぜひともね、行きたい、ね、行きたい、じゃあ来てくださいよ、ほんと埼玉スーパーアリーナ、行きたい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 、 2.11 行きたい行きたい、ね、ぜひとも来てくださいよ。じゃあもし空いてたら、うん、いいですか、いいですよ、これ来てください。私前回行きましたもん、来てくれた、武道館来てくれたよ、行こう一緒に、ぜひとも、ね、いやぜひとも来て、うん、俺らでね、俺らで行きます。じゃあ受付で俺らって言ってくださいね。じゃあ YouTube 潜入していいですか。ダメです、ダメそれはダメです。ということなんですけども、はいはい、もう終わっちゃうんですけど本日はどうでしたか。いや本当になんか、うん、今日はこのラジオにお邪魔できて、うん、渋谷をすごいもう散らかせた気がして、うん、もうすっごい今日はよく寝れそうです散らかしたい、渋谷この面積の狭いところで全部散らかせないから、そう、散らもうまぶり散らかしちゃった、みんなとまぶり散らかすってのもあんの、みんなとまぶり散らかしちゃったし、なんかファンがいるっていうのも改めて確認できたし、確かにね、このファン
の方はさ、福岡の方なの、うん、いや、東京のファンの方ですね、ほとんど。そうなんだ、うん、すごいね。やっぱ分かるんだ。うちもすごいすごい、すごいすごい、ほらすごい、いつも握手会に来てくれる。あっちもいる。一面なの、一面なの、このファン。あ、一面、一面マブ、一面マブ。あ、もう握手会の会場には絶対にいるマブ。あ、そうなんだ、はい、一面マブだ、うんうん、内村も一面マブの方いますからね。あ、一面マブ、 DPC、 DPC 一面マブだよね。今日初めてに来てる子もいるね。はい、かわいい子供ね、はい、はい、ミキちゃんのファンの方もいっぱい来てますよね、うん、今日はね、あの、ね、あ、来た来た、タケちゃん来てない？タケちゃん、あ、今日はね、多分、あ、ね、今日は4、5人ぐらいいるかな、4、5人、いつもまあ4、5人、ね、まあでも一面ですよ、一面、一面、本当に家族ももうマブだね素晴らしいですね。楽しかった。さあ、でも時間がちょっと足りないぐらいなんですけど。そうですね、あとまず2時間ぐらいできますけど、どうします？ いや、もう本当ダメです2時間は長いなんかもう今日はもう散らかすってすげえ言ってるから、いつもね、もうちょっとね、落ち着いていますよね、このラジオ。そうだね、いつも、うん、そうなんだ。あ、じゃあなんかちょっと刺激足りないなとか、うん、ちょっと最近元気ないなって時呼んでください。マジで、うん、ちょっともうすぐぶち上げに行きますよ。ぶち上げに来るぶち上げてくれる、うん、もうね、なんかこの2人もやっぱ YouTube やってるからさ、うん、なんかこう YouTube で潜入とかでここに来ちゃいそうな勢いがあってさ。全然来ます。確かに今日回せばよかったね。うん、プライベートでも来ますし、もし、あの、よかったらね、もうこう見てる方とか、うん、トモさんのファンとか、うん、俺らチャンネル登録、うん、お願いします、ね、お願いします。ぜひね、やっぱね、10万人目指してね。そうなんですよ。今年いっぱいちょっとね、うん、今年いっぱいで10万人まで行こうよ。うん、今年いっぱい10万人頑張ります。結構大変なもんなの、10万人ってのは。なかなかね、うん、結構10万の壁ってでかいらしいです。あ、そうなんだ、うん、高いらしいです。今3 3.87 3.8、うん、それは初めてどれぐらい経ってる？まだ1年経ってないです。半年、去年の夏ぐらいに始めた、うん、あ、でもじゃあ今年いっぱいでいけんじゃない？頑張り次第ですよね。頑張り次第、うん、やっぱそれ内容とかもやっぱ。そうです、そうです。ね、コラボしましょうよ。ぜひ出てほしいです、うん、俺、うん、いいの言って USA の振り付け教えてもらったみたいな、うん、ガチで踊…あ、でもそれだったら今だったらもう私バインしたい。バイン、やりたいやりたい。あ、バインでもいいですよ。バイン、うん、あ、いいじゃない。トモさんに振り付け教えてもらったみたいな、うん、やりたい。はい、いいんですか逆に。いや、行くよ全然。え、事務所 NG 大丈夫です。確かにそれは聞いてくださいね。どうしよう、なんか俺ら弱えなみたいな、村重と西野かーみたいな弱えなみたいな。いやいや、弱い弱くないは別に、あの、俺はこだわってないんで、どこでも行きますから。トモさんがめっちゃ言ってくれれば、うん、出れるかもしれない。じゃあご了承しておきます、うん、わ、俺も出たいみたいな。もう俺らに入りたいみたいな。パンパカパーンって言いに行ってくださいよ。入りたくないですそうだよ、トモさんパンパカパンしないから。パンパカパンはやらない。悲しい今のしょんぼりしげ。え、なんて。悲しげ今のしょんぼりしげ。そんなのもあるんだ、うん、なんかすぐしげつけちゃう。しげつければいいと思ってるタイプやね。そうです、なんでもあり。え、なんでもあり、なんでもあり。はい、もう終わりです。はい、ありがとうございました。すいません、残念ながら時間となってしまいましたが、はい、本日のゲストは、HKT48 の村重杏奈さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、さて来週は桜井奈々さんと安藤美沙さんの回です。なんとゲストはですね、歌手、うん、YouTuber としてマルチに活躍中の沖田杏里さんにお越しいただきます、うん、なんとですね、はいはい、SNS 総フォロワー数が350万人超えてるそうです。すごくない？めちゃくちゃすごいです、ね、日本の人口。お楽しみにしていてください。はい、はいはい、渋谷女子企画、この番組はキレイをサポートするジェーナグループがお送りしました。本日もご観覧ご視聴ありがとうございました。皆さん寒い中ありがとうございます。ありがとうございます。みんなありがとう、いつも。さあさあ、ゲストは HKT48、はい、村重杏奈さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。バイバーイ。今年もよろしくね。今年もよろしく。1位目指すぞ。こっちです。そしてありがとう。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございます。イエーイ。いい感じ？さあ、あと10秒。